高坂直し明治14年6月14日は明治時代のイギリス留学生。佐野藩校申請として大学南校に学び、改正学校より文部省留学生に抜擢された。ロンドンミドルテンプルに学んで法廷弁護士となり、西洋を歴有して県産を積んだが、廃病のため帰国後間もなく死去した。加盟六年四月十七日、出羽国上の山藩市。 井原ら指導の三男として生まれた。立林主犯林、聖マ陽氏となった後、慶応2年3月19日下屋国佐の藩士、高坂広高陽氏となり、藩子観光館に学んだ。明治3年冬東京に上り、佐野藩校申請として、大学南校英学部に入学し、明治7年9月改正学校法学本科に進んだ。明治9年6月、 第二回文部省留学生に抜擢され、サンフランシスコ経由で、ロンドンに留学し、岡村照彦、穂住信繁と共に、ミドルテンプル放送委員に入学した。明治12年6月9日穂住と共に、卒業試験に合格し、6月25日、法廷弁護士となったが、これは、日本人として、星通る、長岡森吉に次いで3番目だった。オックスフォード巡回区で、 巡回裁判所裁判官を務め、スタッフ報道での裁判では弁護士の業務も要請されたが、視察目的として断った。ブリュッセル自由大学に移り、ドイツで村田保元と会い、イタリアで万国警報会議に出席し、デンマーク、スウェーデンを歴有した。その後、パリに滞在して裁判所、刑務所を視察し、明治14年5月帰国したが、廃病のため、 6月14日に死去した。母書は原宿村、竜岩尾寺。法名は十四万松諸子寺。ジップは宇前国上の山藩氏いが氏十標江道祖父は上山藩主井原ら節養父、高坂全左衛門広高は、佐野藩物頭、五軍武業として三国峠で幕府軍と戦い、明治十七年六月8日没。養母恵は立藩氏 根岸渡源氏娘で、明治三十八年九月十日、立林町で没。姉マスは直氏と同時に林重政幼女となった後、安政四年二月三十日、立林藩家。家老勝沼生の上。新記に嫁ぐが、生の上は幕府方について自害し、帰郷して上野山小学校女子武士館となった。孫に医学者・勝沼清蔵がいる直氏の死後。 講座掛けは、おじまことの次男分が継いだ。ありがとうございます。